はい、どうも、キテです。本日もお越しいただき、ありがとうございます。はい、今日はですね、僕のメイク収納、メイク棚をご紹介していこうと思います。前までは結構乱雑に棚に置いてあったんですけど、最近ね、ちょっとちゃんとしようと思って、僕の身長ぐらいの棚を買って、そこに全部収納を今してます。で、本当はもっとちゃんとリップケースとか、なんかクッションファンデ入れるやつとか、なんかアマゾンで売ってるので、それをなんか買ってから紹介しようかなと思ったんですけど、今が割と一番綺麗かもと思ったので、今のうちに紹介していこうと思います。では短いかもしれないんですけど、最後までゆっくり見ててください。どうぞ。はい、じゃあこちらが新しく買ったメイク道具の収納棚です。並んでみるとこんな感じで、僕とほんと身長が同じくらいなので、180センチくらいかな?ちょっと下ぐらいかな?あります。めちゃくちゃ高い棚です。あれね、アンダーソンです。僕の前の家からある守り神の鹿なんですけど、これは僕がね、前のイベントの時にもらった僕の写真ですね。はい、こんな感じの棚になってます。棚はニトリで買いました。2万円ぐらいのやつで、結構安いのに割とちゃんとしっかりしてて、で、ルシウスが来てから、この中のものを出したりするので、出せないようにこの透明のガラスがあるタイプを購入しました。で、取っ手もないタイプなので、こう、開け閉めした時になんか取っ手がこう取れたりとかそういう心配もないので、これが一番いいかなと思って購入しました。めちゃめちゃ気に入ってます、これは。で、早速、オープン!たらーん!こんな感じに、なっておりまーす。はい、上からね、ざっとこんな感じになってまして。ほんと、収納したばっかりだから、まだ一番多分綺麗かもしれないんだけど。で、一番上から紹介していこうと思うんですけど、このケースは、Amazon で購入しました。で、今これ2段に分けてあるんですけど、セットでもともと販売されてます。見た目も可愛いし、収納もすごいしやすいので、これを購入してます。ここは結構リップが割と多いですね。なんか、ズーシのリップだったり、レブロンとかマックのリップだったり、これディオールのやつで、これマックですね。こういう感じでリップを立てれるので、すごい気に入ってます。で、こっちはオイルだったり、スキンケアのものだったりとかを置いてます。で、ここにシャドウが入ってたりとか、これもシャドウですね。トムフォードシャドウ。で、こっちはコンシーラーとか、美容液のオイル。で、これはアイシャドウベース、コンシーラー、オイルとかが入ってます。これマーシフィルトですね。こんな感じで。で、ここはカラコン、バラのカラコン入れ。で、こっちがシャドウ。って感じです。で、こっち側はメイクアップレボリューションのブラシでアイシャドウがブワーっと並んでます。本当はね、パッケージめっちゃ一個可愛いから、全部こう並べてこうやって置きたいんですけど、そんな幅はないので今。だからとりあえず今はこうやって本棚みたいに並べて、パッケージ見やすいように、出しやすいようにしてあります。これズーシーね。後ろ見づらいんだけど、こんな感じで後ろもシャドウとブラシが入ってたりします。結構奥行きが割とある棚なので、割と奥までしっかり入ります。はい。で、下なんですけど、下は付けまつげが入ったりとか、で、ここはラメとか、あと、これはズーシーのマスカラですね。マスカラが入っております。あと、ここはですね、ラメ系ですね。ズーシーのラメ。僕が愛用してるやつ以外のカラーですね。めちゃめちゃ可愛くて、これ全部、すごい可愛いんですよ。このラメがマジ最強に可愛い。で、なんか肌馴染みもいいので、全色割と使ってます、ちゃんと。で、これも可愛くて使ってます。ここ、つけまつげ。ドラッグメイクとかで使うつけまつげ入れと、ここは、またハイライトとかパウダー系が入ってます。これね、次使うやつ。マックのハイライト。で、こっち側は、フィックスプラスのミスト。これね、3つセットで販売されてるクリスマスコフレで、マムちゃんからタンプレでもらいました。で、これがいつも使ってるやつのストックで、で、これがね、これもね、乾燥肌の人はすごいおすすめですよ。めちゃめちゃ使えます。で、奥に行くと、キルカバーのクッションファンデのストックに VT のクッションファンデ、まあ、使わないクッションファンデとかですね。これも MAC のクッションファンデですごい気に入ってるんですけど、あんま使わないので置いてあります。で、こっち側の奥なんですけど、こちらは VT のクッションファンデーション。で、これがズーシーのファンデーションです。パッケージがね、めちゃめちゃ可愛いので、こんな感じの、めちゃめちゃ可愛いので使ってます。はい。で、下が、このフィットミーファンデーションゾーンでーす。やっぱ並べるとね、すごく迫力があるし、めっちゃ綺麗ですよね。こっちからね、330からカラー順に位置を置いてあります。で、この後ろもなんですけど、こういう感じで、メイクアップレボリューションのハイライト兼アイシャドウがたくさん種類あるんですけど、それを並べてます。こんな感じで、綺麗に見えるように並べてます。ここすごい自分的に気に入ってるゾーンですね。すごい綺麗で。開けた時もね、こんな感じで。
なんか綺麗にしてる感じがするので気に入ってます。でこの下が結構年季入ってる箱なんですけど、この中にねなんか乱雑にこんな感じで、これちょっと収納まだしないんですけど、なんかアイシャドウとかパックとかいらないもの、使わないものが結構乱雑に、前の家から持ってきた時にこれにバッて入れたものをまんま入れてあるので、ここはちょっと整理今からしなきゃなって感じですね。で手前にこれ全部カラコンですね。エヌズコレクションのカラコンと、これコスプレのカラコン。これもやっぱりパッケージ可愛いので、前に出してあげるとすごい綺麗に見えるので、なんか開けた時の綺麗さを大事にして収納してます。後ろにもちゃんとこうポーチがあったりとか、で、このボックスの中にも、実はこうやって、アイシャドウだったりとか、あとコンシーラーとかファンデーションとかがまた入ってます。で、これね、ストックのトゥークルフォースクール。結構僕、ストック買いに行くのめんどくさくなっちゃうから、まとめていつも3つとか4つ買って、ストックをしておくタイプです。で、この下は、ストックゾーンですね。割と全部ストックが入ってます。このパウダーだったりとか、見やすいように後ろに何があるかっていうのをわかるように、割とこう、お店っぽい感じで、この後ろにこれがあるよみたいな感じで置いてます。で、ここはでも、まだ、後ろのやっぱ袋がちょっと気になるので、ちゃんとこう、ブランドごとにエクセルケイトとかそういう感じで、ボックスを作って取り出せるようにしたいなって思ってます。はい。まだちょっと改善前なので、あれなんですけど。で、下が資料だったりとか、バレリのブラシ。ここもね、毎回収納してます。あとこのポーチの中も全部こうやって、リップとか、これ血のり。ハロウィンで使った血のりが入ってます。こんな感じでリップも全部、ここに入ってます。で、一番下が一応本棚とかグッズ系になりますね。これがね、僕が去年出させてもらった S かわいいの雑誌で、これめちゃめちゃ嬉しくて4冊買ったんですよ、自分で。どこだっけな、これ。JO1 かっこいいですよね、本当に。どこだ、どこだ。来た。こんな感じで写っております。めちゃめちゃ綺麗に撮ってもらって。この雑誌は本当に、なんか、レイアウトから全部、アルシス。レイアウトから全部本当にすごい好きで、編集者さんマジで上手いなと思いました。マジで気に入ってます、この雑誌は本当に。一生の思い出。あと、まあ、ビビとか、ボーグとか、なんか気になった雑誌を置いてますね。これ、キコちゃん出てるやつで、めっちゃ好きで、置いてます。で、僕、あんまり雑誌買わないんですけど、こういうね、キコちゃんとかケミオが出てるやつとか、こういうなんか、表紙が好きだなと思ったやつとか、は買ってます。これ、シャイニーのファンブック。で、ここがテミンとかの、あ、ルシウス見えなくなるからやめて。ここがテミンとか、あと化け物の子とか、その DVD とか本とか、あんま買わないんだけど、基本的によく見るやつを置いてます。テミンも僕の本当になんかライフスタイルというか、こうなりたいなっていうなんか憧れ的な感じがあるので、テミンはよく見ます。で、ここにね、結構グッズのタオルとかがあって、で、ここはね、皆さんからもらった手紙がたくさん入ってます。全部ここにね、収納されてます。アルバムとか、こういうなんか、コルクボードとかも全部ここに収納がされてます。やっぱり大事なものを置いてる棚なので、こういうメイク道具と一緒に自分のファンの方からもらったグッズとかも全部ここに置いてあります。はい。ではこんな感じで、僕のメイク棚でございました。はい、てな感じで僕のね、メイク棚の紹介をしました。本当に3日前に棚が届いて入れたばっかりだから、本当にまだ入れたばっかりなんですけど、僕が持ってるコスメのラインナップだったりとか、収納方法はこんな感じで置いてます。割と基本的にこう開けた時に、こう、わぁ、楽しくなるみたいな。メイクする時って基本的にこう自分が綺麗になりたいとか、ワクワクしながらメイクすると思うので、その気持ちをこう、よりかけ立てるようなディスプレイにしたくて、開けた時に、こう割と全部こう綺麗にパッと見えるように、取り出しやすいように、使いやすいように考えながらディスプレイというか、陳列、収納をしてます。あれ以外にも実は段ボールに入ってるコスメ道具とかも結構あったりして、あれが全部じゃないんですけど、まだまだ多分これから増えるかなと思うので、あんぐらいでっかい棚を買いました。多分ね、次お家引っ越す時にはもっと大きい棚を買う手なので、その時はまたあのぐらいのやつをもう一個買って収納しようかなと思ってるので、今現段階の僕のメイク道具たちはあんな感じです。はい。前々からね、メイク道具の収納見たいですって声が結構リクエストとかでもあったので、今回はそれを紹介していきました。では参考になったらいいなと思った方は、グッドボタン、高評価、チャンネル登録、通知もぜひぜひお願いいたします。まだまだ紹介してないコスメもたくさんあるので、それもね、順々に紹介していけたらなと思うので、今後もぜひぜひ僕の動画を見てくれたら嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ギテでした。バイバーイ。